開幕戦勝利できたので非常に嬉しく思います、スクラムとディフェンスと気持ちの勝利だったと思います、まあ、この場所であの陸州カップ決勝以来のパナソニック戦だったのであのいろんな思いありましたけど本当に勝って嬉しいです。あの次またキャノン戦があるので、まあ、リーグ戦15試合、15試合ですね、もうしっかり波が ないように山原らしくやっていきたいと思います。最初から全て出し切ろうっていうことを、まあ、新さんはじめフォワード陣で決めていたので、まあ、最初ペナルティー取られても仕方ないぐらいの気持ちで、全員8人でまっすぐ押しました。